さあ水切りのポイントをやってきましたよ。わあ綺麗だな。これ皆さん見てください。これ本当に素晴らしい。これが東京都にこういうね木を使っていかだにしてみて、はい、流れてみるっていう。あごめんなさいバカあまた戸田君見つけちゃった、はい、見てあの岩。あらあの岩の上に登らないで登った意味ってあるのか。ないっすね。ないよね。絶対そうだと思うんだ。これはねもうだってあもうイージー、もうイージーだし、これ行きなさいっていう道がもうできてるんですよね、ここにね。さあ戸田選手、これどう攻略していきましょうか。そうですね、ここここまあ、ぴょんぴょんぴょんっていけそうかな。ぴょんぴょんぴょんっていけちゃうかな。これ結構ね、岩高いですけど。あおお。あ、行った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 。おー、さすがさすがですね。水切りは水切り水切り、はあ、水切り工事やらなかった。ちょこちょこやってましたけどね。ねえ、はい、まあせめてそうですね、水切り選手権5回跳ねるぐらいはね、5回跳ね行っときたいですよね。行きたいですね。ね、はい、じゃあまず1分間でお互いに石を探しましょう。はい、用意スタート。とこういう石があるか、こう石選びが肝心なんですよね。水切りはね、石の形が命。これなんかいいね。これなんか。突っ込みにくい、ね。時間取ってますよ。時間が。時間がね。さあ、戸田君、はい、石見つけましたか。1分経ちましたけど。まだ石紹介から。石紹介から、はい。あ、結構丸みがあるんじゃないですか。え？ねえ、これでいけるのかな。これで僕は行きたいと思います。行きますか。はい、じゃあ、そうですね。私が、僕の石としてはですね、こういう感じの。維持になっております。1投目、戸田雄大選手の水切り選手権第1投目です。ピー1だよね。2じゃないですか。2なのね、ポンポンは。なんなんですか。うん、まあ結構緩やかに行くよりは、はい、この今、平たい石見つけた、はい、水切り、はい、はい、水切りしたいと思います。あっしめっちゃもう水切りうまい。戸田雄大選手本気出しちゃおうかな。本気出しちゃいましょう。さあファイナルです。戸田雄大選手のファイナル第2投目です。あー、やった。あれこれ飛んだ。鳥が飛んだから2ポイント加算だね。じゃあ行ってみますか。行きます。行きましょう。さあ泣きの3投目です。お、あ、波紋が3つ。はあ、はあ、3かな。3か。3だね。3っすね。じゃあ、うん、今度は、うん、水切りはまあとりあえず、はい、私の勝利ということで、はい、コントロール選手権いきますか。いきますかね。はい、まあ小さな小石をね、あの迷惑にならないように小さな小石を、あの岩の真ん中の一つあるじゃん、はい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 、でかいのに挟まった一個、はいはい、あれを目指しますか。いきますかね、はい、あれの一番中央に当てた方が勝ちということで、はい、3回投げましょう、はい、ね。戸田雄大選手の1投目、あの真ん中の大きな岩と岩に挟まっている真ん中の岩、どんなもんかっていうの、どんなもんかっていうのはね、さあ行ってみましょう。第1投目です。うわ、命中。当たっちゃった。当たっちゃった。もう最初からすごくない。見事、さすがピッチャー。当たっちゃった。当たっちゃった。今でも結構上の方だったからね。じゃ、あ、コースは良かった。ちょっと届かなかったね。ちょっとなかったですかね。だがコースは良かった。じゃあ今度今投げたところに、はい、木が横たわってるじゃないですか。はいはい、丸太が、はいはい、あの木にカンって当てたらすごくない？
すごいですね。今度は、はい、あの木なんでさらに難易度が上がるわけですけども、皆さん分かりますか、あそこにね木が横たわっております。あの木を目指して戸田雄大選手が投げます。さあ当てることができるのか。何投までに当てる。いやもうそれもちろん、もう一投で当てちゃう、はい、ごめんなさいね、一投で当てます。そんなことできるのかな、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、超えてしまいました。ちょっと超えてしまいましたね。一投でやってみますね。あ、編集使うわけですね。一投で、一投で、一投で行くわけですね。一投でやってみます。マジで、はい、当たんのかなあれ。じゃあ行きます。はい、もう一投で。うわ惜しい、ちょい超えだね。一投でやってます、ね、あ、もう一つよし。あ、一投でいけるの。一投でやってます。あ、二回目の編集だけど、まあ一投でいけるわけね。一投でいきます。はい、わかりました。はい、もう一投で、あー乗っかったけれども惜しい。やっぱりこういうのは力技よりもやっぱり、はい、山本正弘を見習って、はい、コントロール重視ということで、はい、これ若者にも負けないぞというところを皆さんに僕が、はい、一投で証明したいと。一投で、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 一投でお願いします。たやすい、あの木に当てるぐらい。そうですよね、うん、あ、惜しい。めっちゃ欲しい。めっちゃ欲しい。一投で。はい。一投で決めますか。はい、松井さんも編集入ります。はい、一投でやってます。今ので、楽にね。今違う？今のは、まあ彼の人生は、まず朝6時に起きて、近くの川へ行き、こうやって、石を丸太に、当てるという、はい、生活をしております。彼はこれで生計を立てています。はい、その仕事面白い。僕が何回か投げさせていただいて、はい、一回もちょっとまだ当てることができなかった。でもやっぱり、はい、若手のスタジオ3チーク期待の、はい、戸田雄大なら一投で当てると思う。ね、はい、そういうことになります。どうもはじめまして、はい、ソングライターの戸田雄大と言います。はい、戸田雄大やってまいりましたね。あっての木の方に、はい、石を一投で、一投で、一投でいけんのかな。一投で当てたいと思います。わかりました。石を選びたいと思います。はい、どうなるんじゃないかなこれ。はい、あ、もう目の前の石こだわないの。それを一投で、これを一投で。嘘でしょ、はい、これで食っていい。あ、これのプロなわけね。これ あ、なるほど。これは今ね、願掛けをしてなかったからね。 あの木に当たれば戸田雄大のまばたき、さらにヒットしていきます。ね、戸田雄大君の楽曲がヒットするのはあの木にヒットするかどうか、それにかかって残された玉の数は一発だ。言うね、僕5球って読むだったら一発だ。この何か素晴らしい。さすがこの職業にしてるだけありますね。おお。世界はそう、このね曲が流れている間にすごい、すごいですね。自ら BGM を綺麗に BGM、 何事もなかったかのように2発目に突入しますけど、あった、あった、あった、見せ切りするんかい、見せ切りをするんかい。おっ、めっちゃ、ありがとうございます。途中の石投げのところは全部カットします。もう決めよう、これが本当にラストね。ラスト1球にかけるってこういうことなんだよ。
やっぱりね、当てなきゃ帰れないでしょこれ。うん、そんな一大事、そんな一大事だったんですね。ここで番組でプロポーズ、公開プロポーズ、これで決める。お、さてハミングタイムでは恒例になってきましたお梅歩きをアキ君と一緒にしていきたいなと思います。はい、もう何だってアキ君はね野球少年だから。そうです。運動神経がね、僕ね、もうそもそもがいいでしょ。僕はもうちっちゃい頃から壁打ちをね、うん、壁打ちやってたの。7年ぐらいしてました。あ、ほんと。はい、やっぱでも昔の夢はプロ野球選手よ。選手だったでしょ。そうですね、なりたかったですね。ねえ、うん、どれだけやっぱ僕も中日に入りたかったか。ああ、うん、今日はね松坂さんに来ていただきましたけども、はい、大変ですよ。肩が痛くて、ね、痛くてね。もう本当に握手はね優しくしてください。ほんとほんと、もう引っ張らないでね。ほんと最後まで松坂で行こうかな今日は。さてハミングタイム恒例の多摩川にやってきました。ねえ、もう鳥が大好きなもんだからアキ君は。鳥が気になっちゃって気になっちゃってね。さあアキ君の肩を、そうですね、自慢の肩をさ、さあ前回、はい、戸田雄大君とこの場所に来まして、はい、ここでありました。ここでやったんですよ。うん、さてついに水切り選手権第2回、はい、水切り選手権ということで、はい、今回大阪からこの水切りのためにですね、そうですね、夜行バスで、そうです、やってきてくれたアキ君でございます。もう状態上げてきました。状態上げてくれたんだね、はい、さあこれでアキ君としては、はい、水切り何段、もう数えれないですね。数え途中からクルルってなっちゃうやつ。クルルってなっちゃうやつ、あれどう数えるんですかね、うん、あれはまあ波紋の数をまあ見てて、ああそこは、うん、ジャッジを、ジャッジをちょっとさせていただきます。10はまあいいですね。本当？さあこのね水切りは肝心なのはとにかく石の形なんですよね。ベストです。これそれ、あ、それ結構大きめじゃない？大きいの好きなの？これ斜めに向こうに向かってちょっといいね。じゃあやってみますか。行きましょう。はい、第1投目。これめちゃめちゃうまい。うまいですよ僕だから。ね、信じない。このために来たんだよ。あ、大阪から本当このために来てくれた。今ね、多分ね、ジャッジは10いったね。10はいってるでしょ。最後にドロルがあるんで。いや、めちゃめちゃすごいじゃん今の、うん、言ったでしょ、うまいって。いや、これちょっと僕から言いましたからね、 LINE で。だよね、水切り撮影しないんですかって。そう大阪から LINE 送れたんで、これ石肝心なのね。やはりでかいですよこの男は。あ、いいですね。はい、何回でしたっけ。あ、もうやばいじゃないですか。1回目跳ねてからアキ君のその後半戦、初速と終速がね変わらないんで。はい、2回ですかね。おかしいな。なんでこれぐらい大きいの。なんで、うわ、でかすぎでしょこれ。これぐらい。これ投げるべき石じゃないよこれ。はい。三だな。三な結構。ああ。いった。お、六ぐらいじゃないですか。でもあくまで十には勝てない。すごいな、やっぱ投げに大阪から投げに来ただけあるね。これで、あ、これ今回いいんじゃないですか。ちょっとね、えぐくなる。うん、大きめの方がいいんじゃない。はい、行ってみましょう。3投目、ボロチェズ。うわ、すげえ。今のはジャッジ12。12いきます。むちゃくちゃすごいじゃん。ありがとうございます。これ、なんか本当にプロなんですか。挑戦者求む。挑戦者求むだね、これね。これ見た YouTuber も来い。 YouTuber も来い。水投げ俺に勝てるもんなら勝ってみろと、はい、いやこれもう圧倒的チャンピオンですよ。誰にも披露したことなかった。ねえ、やった12だ。あ、12段くれます。嬉しいな。お、 YouTuber 見とけよ。
そうだそうだ。おお。一心に。ちょっとでもあのスリークォーター気味でしたよ今だいぶ。今いい感じだったよあれ。スピード結構あった。スピードがあって。弾けすぎて当たんなかったからたら、うん、多分ね僕の予想では8はいってたね。あだけど、はい、今回はアキさんに、はい、見事に負けました、はい、もう挑戦者求むということで、はい、この番組では、はい、石投げ企画引き続きずっと引き続きずっとやっていこうと思います。やっていきましょう。そのために大阪からチャンピオンはそうですねイベントのために駆けつけてもらって、はい、ね、あの戦ってください。じゃあ最後プロのもう一投をね。あ、いいですか、うん、見させていただきたい、はい、これも最高ですね。あ、ほんと。じゃああの YouTuber 見とけよと。見とけよ、いきます。ね、なんなんこれ。ひたむきにす YouTuber ぜひ来てください。来てください。これ玉川上流です。はい、はい、じゃあまず遠投もそうなんですけど、あのこの間戸田君とやったのが、はい、コントロール選手権ってなったんですよ、はい、なんでちょっと目標のものを定めて、はい、そこに向けてちょっと一応投げたいなと。オッケー、うん、じゃあまず遠投っていうなら、はい、あっちのさ、はい、一番奥の岩あるじゃん、あの、あのちょっとちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、下に線あるやつ、線がある、あ、いいですね。あれをまずちょっと狙いましょう。狙いましょう。でお互いに3投ずつにしましょう。はい、うん、より近い方が勝ちということで、いきますよ。一番奥のやつですね。はい、あれに当たるかどうか。あそこぐらい距離楽勝なんで。マジで結構距離ありますよ。行きます。はい。まだ遥か向こうですね距離。行きます。はい。おお。あ、左に逸れてますね。そしてまだ届いてない。届いてない。はい。お、お、方向はいい。あだが。さんと見事に肩に自信があるっていう。あれだね。じゃあちょっと一投目いきます。はい。お、惜しい。惜しいね。もうちょいだ、ね。肩強っ。かっこいい。お、惜しい。あとちょっとこっちだったね。これで。ラストラスト。頼むよ。これ曲がって当たらない。おい、すごい。なんとか当てました。乾杯やな。いや、今回、まあ、一勝一敗ということで。そうですね。水切りはね、アキ君に勝てなかったんで。はい。第2回水切り&コントロール選手権。一勝一敗ということで。はい。挑戦者求めます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。